はもう飽きたぜ。勝手に言ってろ。マジでそいつを止めろ。断る。最後まで行くぜ。ああ今日もついてないぜ。おい、なんだ。おい、こっちだ。奴はまだ近くにいるぞ。いたぞ。おい、動けなよ。行くぞ。くそ。銃声が聞こえたぞ。リック、どうなってる。そっちで考えてる通りさ。片付いた。ならガキのノートを見つけて撤収だ。タイソン、ヤツのノートを回収する。おい、心配ない。今から戻る。本当に生きてるのか。ここにいるはずだ。確認するぞ。くそ。くそ、煙が。敵が来る。おそらく6人かそれ以上。おい、見えるように手を挙げておけ。そうだ、やめて。釣りやった。何も見えないぞ。やろう。殺せるやつは下だ。どこに行ったんだ。煙だらけで回り込め。いた。何も見えない。電気を停止だろ。トランクとガキを連れて早く戻れ。もう一枚。さらに連中が来やがった。そこだ。おい、待った、ガキは。さあな、逃げたんだろ。ノート返して。トランクで待ってろって言ったはずだぞ。後にしろ、いいな。さあ、ゴー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 。迂回しろ。左だ、左、左。突っ込め。右、風に止まるな。
ゴーゴーゴー、迂回しろ。左だ、左、左、突っ込め。右、風に止まるな。この揺れじゃまともに撃てない。俺と席を変われ。ハンドルを頼む。オーケー、任せろ。そのまま、そのまま。よし、いいぞ。この先のカーブで止まってバックだ。連中を驚かせてやる。今だ、行け。また来たぞ。さあ行くぞ。まだだ。嘘だろ。やるんじゃないぞ。同感だ。オッケー、今のはすごかった。なぜ廃車場にあんなに兵隊がいたんだ。ドラッグは見た。何のドラッグ。車だ。
すごい大当たり。奴らは盗んだ車をばらし、中にドラッグを仕込んでまた組み立てる。それでその車を店で売るのか。俺がやりたかったぜ。それがカーンの商売。盗難車は列車で国中から運ばれてくる。カーンが車に薬を仕込むんだ。ドーズの部下が列車を走らせてる。ドーズの部下か。なるほど。車はカーンの解体工場のそばで降ろされる。ああ、そんな遠くない。そっちも行きたい？カーンの商売を終わらせよう。ああ、それがいい。退屈していたところなんだ。オッケー。奴らの商売の中心だ。その価値があるならな。どうずに復讐できるなら何だっていい。このカーンってやつは何なんだ。ロスの裏の顔さ。車と一緒に人をバラしたり、女房が美人だ。払いはいい。解体の話を別にすりゃ好きになれそうだ。ドーズのロスでの商売を仕切ってる。カーンが消えればドーズもダチが減る。見えるか？そこで積み荷を下ろすドーズの部下だ。韓国人たちは恐れてるみたいだ。なら挨拶しておくか。大体戦争を始めるにしたってよりによって今日だぞ。ついてなさすぎる。落ち着けよ。まずはこいつを吹き飛ばす。次にカーンが車に乗ったところで奴も吹き飛ばす。本当にリリー・カーンに組織を回せると思うか。俺たちが協力すればな。うまくいくことを祈ってるぜ。大丈夫だ。リリーに利用されてるだけじゃないか。ああ、そいつは考えたな。だったらどうすんだ。なら次はあの女の車の底に爆弾を仕掛けるだけだ。おいな、いいか頼むぜ。そうそうそう。落ち着いているんだ。いいか。なる。大丈夫だ。こっちから狙えない。気のせいか。絶対降ろすな。マジか。見せた。そこに止まれ。そこ動くな。止まれ。よし、援護は任せろ。よし、行くよ。やめやめやめ。行くぞ。ついてく。いたぞ。おい、ここだ。危ない。
ち。そっちだ。その奥に何か大事にしてるもんがありそうだな。金脈を掘り当てた。990万ドル相当のコカインだ。ああ、あんたドラッグの専門家かなんか。行くぞ、そいつは警察に任せる。殺人なんて渡せるかよ。それでどうしようっていうのさ。ここはロスだ。6日もあれば吐ける。そうだな、プロのバスケットボール選手を知ってる。4日だ。タイソン、いい加減にしろ。行くぞ。俺はこいつを運び出す。手伝ってくれてもいいんだぜ。そのフォークリフトじゃ時速1マイルも出ない。ハリウッドまで1週間かかるね。頼むぜ。タイソン、分かってるよ。なら何してんの。いつ押してるんだ。あとちょっとなんだ。それより急いで撤収するか。タイソン、やめるんだ。一緒に押してくれ。行くぞ。ああ、しょ。何も言うな。